新選組代表山本太郎がマイクを握っております。今日はですね、令和新選組を支持する支持しない、政治に興味ある興味ない、一切関係ないです。マイクを握るたびにそれぞれの個性が飛び出してまいります。これだけ幅広の候補者いる、そんな政党なかなかございませんので、お時間ある方はぜひ耳を傾けていただきたい。そして政治のことをみんなで一緒に考えていきましょう。続いての令和新選組の6月22日参議院選挙、ここにですね、予定候補者としてここで発言をしてくれるのは全国比例水道橋博士、水道橋博士でございます。お願いします。はい、どうも。はい、皆さん、たけし軍団浅草キッドの水道橋博士です。いつもはゲリラで凱旋をやってます。初めてこうやって予定した皆さんの応援をいただくところで発言させていただきます。僕はね、東国原英夫さん、そのまま東さん以来、たけし軍団で政治の場に出ていくことになりました。やむにやまれぬ思い、宮崎県で兄弟子のそのまんま東国原英夫さんはどげんかせんといかんと言いながら立ち上がりました。最初の支持率、マスコミの予想、当選率 0% でした。でも逆転しましたね。皆さん見ましたね、宮崎の東国原ブーム見ましたよね。6月22日に公示になります。僕のところにマスコミの記者やたくさんの指揮者の方がお見えになりました。討ち死になる、無駄なことだっていうことを言いました。4日前の日本経済新聞の世論調査見ましたか。自民党の支持率22年ぶりに 50% を超えました。維新が 8% あります。選挙の前にもうすでに結果は決まっているんだ、そう言われたようなものです。なめられてませんか。 50% の人まだどこに決めるか、どこに投票するか決まってませんよ。投票先は自分自身で決めましょうよ。なんで組織票で皆さんの政治家を決めるんですか。一人一人で決めましょうよ。どうですか。まだ間に合う、まだ稼ぎになる、まだ一石を投じれる、自分自身一人一人が小石になりましょうよ。波紋を呼びましょうよ。本当にね、大石さんも僕も今被告の身です。テレビに出してはダメだっていうことになって、テレビから、僕はテレビタレントですけど、引き上がりました。本当にスラップ裁判っていうひどい権力者の訴訟権の乱用ですよ。そこを一番最初に訴えたいんだけれども、口封じにあって、それすらも伝えられません。5月30日に大阪地裁に行って記者会見をやりました。テレビで報道してくれたところはありません。読売新聞に至ってはですよ、その現場にいたのに僕のガッツポーズを撮りながら視聴者でアピールしても、その写真も使いません。あえて僕の顔色の悪い昔の写真を使います。僕の主張は2行しか載りませんでした。皆さんコントロールされてますよ。それじゃあおかしいと思いませんか。総理大臣財務省の犬だって言いましたよ。違います。犬なのは我々なんです。我々はでも飼い主は国民ですよ。国民のために頑張りますよ。財務省なんかのために頑張るんじゃない、上流国民のために頑張るんじゃない。僕らは皆さん一人一人、僕はね、皆さんが
僕があなたであり、あなたが僕であると本当に思ってますよ。必ず僕がやります。あなたが僕です。僕が代わりにやるだけです。僕はただの犬です。あなたの犬、あなたが飼ってる犬です。本当によろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとこのままで、はい、水道橋博士はですね、大阪維新の、誰でしたかね、松井さん、松井一郎大阪市長、松井さんから訴えられてるんですよ。これが訴状です。でもう一人訴えられてるんです。私です。誰に訴えられてるんですか。橋本徹に訴えられております。ありがとうございます。お値段300万円、550万円あ突然訴えられました。ちょっとお高めですね。お高めですけど、足元舐めてるのか。同じようにリツイートした一般の方4000人が今訴状の中で訴えられる可能性あります。ただただ SNS のリツイートしただけですよ。それが権力者にやって突然何百万円の名誉毀損されたっていう、こんな裁判が通ると思いますか。皆さんおかしいでしょ。やめさせましょう、こんなことは。ある意味でですね、政治の世界における当たり屋とかですね、通り魔みたいな人たちに狙われやすいのが令和新選組でございます。そういう人たちからいろんな圧力があろうともまっすぐ前に進んでいく、そんな水道橋博士でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日も僕の友人を呼んでおります。この後ですね、皆さんには、楽しい、笑いで包まれるような、はい、お時間を提供したいと思うんですけれども、スタンドアップコメディっていうジャンルをもう一人で、いや仲間と共に今気づいてます。スタンドアップコメディって何ですか。クリス・ロック司会やってましたけど。クリス・ロックっていうのはあれですか。アカデミー賞のピンタされた人、された方ですね、はい、あのピンでですね、芸人でマイク1本で、皆さんを笑わせます。そういうジャンルに飛び込んで、もう本当に昔めちゃめちゃ売れてたんですよ。ダウンタウンの前の明石家さんまの再来と言われた。私関西出身じゃないですか、はい、これから登壇なさる方も関西での活動っていうのを私昔から見てるんですね。もう向こうでもレギュラー番組いっぱい持ってる方だったんです。でも今そのスタンドアップの世界に入ってきた。スタンドアップコメディアンって今世界で舞台にやってます。インドでも行ってます。一人で英語で喋ってます。で世界中で笑い取ってます。すごいです、はい、その方が今日ここに、はい、ありがとうございます。それでは博士自ら出込んでいただいていいですか。僕のオンじゃないですよ。皆さんを笑わせに来ました、善次郎です。どうぞ。ありがとうございます。博士もう一度大きな拍手をありがとうございます。ありがとうございます。紹介いただきましたの善次郎ですけども、皆さんパッと思いませんでした。善次郎って聞いてね、今パッと、科学の実験の先生出てくるんちゃうかと。それ違います、善次郎先生です。ですごい紹介され方でした。大阪ではすごく売れてましたと。あの後言っていただかなかったのが、東京では全然売れてませんとかね、人気が飛んでいってしまいましたということを言わないのが素晴らしいなと思いましたけども、この善次郎ですけども、今日こうやってですね、皆さんがですね集まっていただいて、皆さん申し訳ないと安心してください。サントリーから無料でビールが配られると思いますけどもね、ね、多分ですね、ウイスキーとビールと、ね、ワインとミックスしたね、アホのミックスというカクテルがですね配られると思うんですか。ありがとうございます。どうもこんなに受けると思いませんでした。びっくりです。ね、本当にそうですけどもね、あれです。喋り合いになってますけどもね、申し訳ございません。ちょっと聞いていただければ。先ほども言いました、僕はスタンドアップコメディと言いまして、このスタンドアップコメディね、クリス・ロックがみたいなことをね、覚えてますよ。ウィル・スミスがピンタしたね。あんな紹介でした。今日やめてください。僕をピンタするなんてやめてくださいね。別にあれ真似せえとは言ってませんけども、まあ忖度なくマイク一本で自分の思ったことを忖度なく言っていくというこの芸なんですけども、さあさあ僕はですね、社会風刺っていうのをやってます。この社会風刺と間違えられてるんですけども、実は何かと言いますと、社会的に強い人に対して何かを言っていく、弱い人は絶対揶揄しないっていうようなことをやってるんですね。でこれ ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で僕ですね、こういうことやってるのか、いろんなところで最近政治の応援に来てくれって呼ばれるんです。そうですね、衆院選の時に大阪の池田で、ね、立憲民主から来てくれって言われたんです。僕その時思いました、立憲民主党大丈夫かなと僕でええんか思いながら。池田ですよ、維新のね、もう信者ばっかりです。維新信者ばっかりの中、ボックスカーからですね、まあ、女性の方がですね、野木亮介さんという方が出たんですけども、まあ、僕が来るっていうことでパッと行ったら、もう今日みたいな集まりはびっくりです。ガラガラ。そしたら選挙カーから何て言ったんです。皆様本日はですね、野木亮介の応援にありがとうございます。今日はゲストを呼びしております。
皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。非常に懐かしい方をお呼びしております。僕のことをディスり始めましてその後すごかったですよ。スタンドコミック代表、スタンドコミック立ち読みしたみたいになってるんです。そんなって言われたのが善次郎さんです。善次郎話されたんです。僕その日一日善次郎でございますって言って名前変えましたけどもね。ほんでそこでも言いました。維新の方ばっかりなんかね、なんあの大阪モデルってね、あの通天閣に赤く照らしてこっちの方が真っ赤になるわとかね、あそれからね、あのスパもないね、あのスパ松井ね、本人がサウナ行くってね、大阪府民の方が汗かいてるとかね、そういうことを言ったんです。案の定どんずべりでした。そうそうかですね、乃木さんが来てね、すいません皆さん、善次郎さんはですね、スタンドアップコメディって今テレビ出てませんけども本当は面白いんですって今日は滑ってらっしゃいましたけどって言って、滑るにいらっしゃいますくらいだ、珍しくてですね、そうなって言われました。これからもスタンドアップコメディをよろしくお願いしますって応援に行って応援し返されるというですねそんな前代未聞なことがあったんですけど、今日はそんなことを代表したいと思いますけど、じゃあまずですね、社会風刺、ちょっとこれがウケるかウケないかでちょっとネタかかってきますけども、まずは社会風刺、このネタちょっとさせてもらいますね。じゃあ、まずはドナルド・トランプのネタです。拍手もっともっと、イエーイ、この辺りから何が起こったというぐらい言ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。まずいたしません、ドナルド・トランプのネタね、トランプが負けました。バイデン勝ちましたけども、なんで勝ったかというのをニューズウィークの表で挙げられてましたね。バイデンというのはペットとかいろいろ撮って写真にインスタグラムで上げてから、だから人間味があるペット飼ってたりですね。ドナルド・トランプ知ってますか。ホワイトハウス歴代大統領の中で一回もペット飼ってなかったんですけど、あれ間違いですよね。飼ってましたよね、安倍晋三っていう。ありがとうございます。ちょっと今日はノリが良すぎるんでもう一個行かせていただいていいですか。じゃあ自民党のこと言わせてください。自民党びっくりですね。菅政権、皆さん覚えてますか、パンケーキ首相ね、コロナ回す、経済回す言いながら本人ろれつ回ってないというね、びっくりです。国民の目が回っていったというね、珍しかったやつ。ほんで岸田首相、ろれつは回っております、ろれつは回ってるんですか、知恵が回ってないというね、国民の目回りっぱなしでびっくりですけど、素晴らしいですね、いいですね。もう一個いたしてください。デジタル庁で皆さんできたら知ってますか、デジタル庁ね、希望でできたんです、知ってますか。できて4ヶ月間 Android に、ね、ココアっていうね、コロナ関係のアプリがこれ作動してないの、4ヶ月間誰一人分かってなかったんですよ。でどうしたと思います、なんで、理由は何でかって聞いたら人数足りなかったって、めちゃくちゃアナログやな思いながら。でどうしたか、一人一人電話に来てもらって聞いたら、それアナログにめちゃめちゃ強いないか思いながら。あと言わせてください、ワクチンもそうですね、あの河野太郎大臣 ね、あれ全ワクチンやったんですけど、僕は河野太郎とワクチン大臣を合わせてですね、ワクチン太郎って言ってますこのワクチン太郎びっくりですね、責任持ちます言いながらね、知ってますか、モデルナ異物混入したやつ僕売ってるんですよ。でそれが何か未だに言ってないまま本人が自民党の中で異物扱いでどっか行ってしまったというね、飛ばされてるんです。だからありがとうございます。でデマに注意、デマに注意言いながらね、8ヶ月間は厚労省で打ったあかん言いながら、本人去年に1年間打ったらダメですと、本人が一番のデマやったというね、びっくりですけども。だからね、あのほらモデルナであの異物混入してるんですけども、いろんな噂あるじゃないですか、 5G で動かされるとか。だから僕も今日変な子動きしたら、これあの異物混入された 5G で動かされてると思ってください。 CIA が覗いてると思ってますありがとうございますね、まだまだ行かしておりますよ。じゃあ維新なんか行きましょうかね、維新ね、いや行きましょう維新。いやこれね、東京の人から見たらびっくりでしょ、関西の維新のそういうのなんか独立するんちゃうかみたいな勢いですよね。僕はよく言ってますね、あの大阪行って言ってるんです、あ、ね、大阪人好きですね、維新と阪神と下半身は好きやとまあ下半身は誰でも好きなんですけどね、これ維新びっくりですよね、本当ね、なんですか、もう僕はもう笑かしもなんですけど、あのね言うときますよ、自民党が嘘つきやからあかんなと思って維新に入れる人多いんです。これ例えて言うとですね、彼氏が嘘つきやなとやめとこうと思って次詐欺師に行くみたいなもんですからね嘘つきのプロです言うときます、維新は自民の三軍です、三軍ですからね、二軍じゃない三軍ですよ、わかりますよ。これね知ってますか、あの磯陣知事、磯陣ね
あれコロナ対策するって知ってますか？コロナ対策するわ言って、大阪もともと食い倒れの街やったんが、パンばっかり食わって食うたら倒れの街だったんです。行き倒れの街になってるんです。びっくりです。でね、コロナ対策いろいろやってるんですけども、知ってます皆さん、大阪ではコロナ対策テレビ番組に出るっていうこういう政策やってるんですね。ほんでね、テレビ番組でね、これね、僕はちょっとご挨拶します。これ言っとくと、実はですね、辞めたら吉本興業入りが決まってるんです。知ってますか？橋本徹氏の、まあ、紹介で屋敷高人さん、これがあって吉村知事を、まあ、知事にしたんですね。だから吉本興業入りした時の名前知ってますか？びっくりですよ。屋敷磯人って言ってるんですね。あの、磯人のそこまで嘘言っていいんかいとかやりますからね。ね、あの当然そこに安倍晋三毎回出てきます。あと磯人のバーや、ね、あの高人のバーだろ、磯人のバー、そこには僕出たいなと思うんですけども、まあ、ちょっと時間も短くなってきたんで、ちょっと言わせていただきますけども、水戸幕博士さんがですね、まあ、訴えられたということでびっくりでしたね。本当に本人ね、もうあの契約手続きせんと法手続きはやったという脅しね、悪徳弁護士まがいの脅しをやったと。でもその後知ってますか？水戸幕博士さんがツイッターで書いたのが何か、松井市長、善次郎さんも訴えないんですか？俺関係あれへん、お前な。あ、ありがとうございます。でも言っときます。僕は大丈夫です。なぜなら僕は吉本興業です。言っときます。吉本興業は大阪維新の広報部ですから、訴えられることがないです。あともう一つ、大阪市長は言ってました。松井、あ、天川松井は有名な人を訴えますと。僕も今日出てきただけ、拍手パラパラでございました。だから僕はもうちょっと有名になるために維新をパラパス言っていきたいと思いますけどもね。ありがとうございます。ただこれだけやっただけでは政権批判です。僕は令和のことを言わせていただきたい。令和のこと、それでこそスタンダップコメディアンです。山本太郎さんに言わせてください。今日出てくるとき紹介びっくりでしたね。今日は若手の芸人呼んでます。若手扱いされております。ありがとうございます。あとそれから知ってますか？あの麻生大臣がね、北海道行ったら言ったんです。知ってますか？北海道はね、厄介道前だって言ってねって言って、ちょっと言ってるでしょ。多分性格一緒やと思うんですけど、北海道は厄介道前だって言ってないっていうことに対して蛮子に値する発言だって言ったんです。蛮子、この言葉です。何かというと、何万回も死んでいいぐらいの罪だって言ったんです。これにはちょっと言わせていただきたい。あのね、南波麻生太郎さんでも死ぬは1回ですからね。1回死ぬべきというね、そういうことなんですけども、それ言わせていただきたい。あと大石橋本さん言わせていただきたい。はい、昨日あの言われましたね、あの犬にいてね、あの来た人は犬やということ。あれ、あのあんな可愛い犬出すのはダメです。あの可愛い犬にあの失礼だと思います。だからあの可愛い犬以外の岸田翔は犬だと思います。それだけ言わせていただきます。きっちりと犬だと言っていただきたいということでございます。ありがとうございます。そんなわけでございまして、皆さん、僕はあの政治のことは何か分かりません。本当分かりません。政治のことは何、僕は頭悪いんで分かりませんけども、令和素晴らしいのは、山本太郎さんは言っても大衆の言葉を使って自分の言葉で喋りかけている唯一の政治家です。素晴らしい。あとこのエネルギー、今の日本にはないです。皆さん、もっともっとエネルギーをですね、爆発してください。それから水戸が社会で素晴らしかった。ツイッターでもう僕、自分のためじゃなくて人のために生きていく、素晴らしいですね。僕は自分のために生きております。このちょっとだけでも人気を欲しいなという感じですけども、というわけでございまして、以上、伝次郎先生ではない伝次郎一世、エヴァン、センキュー、ピース、ありがとう、ありがとうございます。さあ、すみません、僕と善次郎はほぼ、同期ぐらいの芸人なんですけれども、はい、今スタンダップコメディ協会っていうのをやってます。笠原石井さん、はい、前回出てもらいました清水博さん、なんか一緒にやっています。そこの現場にですね、共同でやりましたよね、銭湯の、はい、ところでやったんですけど、そこに見に来てくれたのが山本太郎代表です。あ、そうです、はい、あのね、僕ドキドキしてたんですよ。呼ばれて何か一言、何かね、冗談言えみたいなこと言われたら、それ何か、これ雑誌とかで叩かれるもん、それあるじゃないですか、はい、とんでもないこと言って、でずっと隠れてたんですけど、面白すぎて笑い声が響くんですよ、自分の。あの時のネタ覚えてます？覚えてます。いいですか？いいですよ、お願いします。むちゃくちゃおもろいから、あの誰も受けてなかったから一人だけ受けたっていうネタありますね。はい、ね、麻生大臣と安倍元首相と森喜朗に乗った飛行機が墜落しました。助かったら誰か、日本国民。
一人大爆笑してたんです。あの時、お客さん50人だけど、一人だけ笑ってました。あと49人どん詰めにしたという今日はめっちゃ受けですよね。ありがとうございます。あの一つだけ候補、7月10日東京の後ですね、7月13日にスタンダップコメディ協会1週間やってるんですか。そうです、あのスタンダップコメディフェスティバルというのをやってます。やってますんで、もしよかったら言ってください。はい、僕はもうどういう結果になろうと、そこの日曜日7月13日に出演しますので、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。お時間欲しい。とんでもなく最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。センクロさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして水道橋博士でした。ありがとうございます。この後は阿佐ヶ谷でライブやってます。もしよかったらどうも。